水野プレゼンツキャッチャー座談会というわけで、水野のアドバイザリースタッフでもある埼玉西武ライオンズ住谷選手、読売ジャイアンツ大城選手、広島東洋カープ坂倉選手をお招きして談義をします。ミットのこだわり、そして最新構造の防具、さらにそれぞれの選手のキャッチャー論など熱く語っていただきます。まずはキャッチャーミットのこだわりについて。こだわり、はい、まあ、大体カープでいうとその相澤さんとか木原さんとかいらっしゃるじゃないですか、はい、多分ここ4本にしてる人ってあんまりいないと思う。確かにこのウェブのところ、まあ、住谷さんは X にしてるんですけど、僕は縦4本って多分あんまりいなくて、これも相澤さんに言ってもらったんですけど、はい、こっちの方がこうなんて強さが出るっていうことで、まあそうです、はい、こう、まあ、大体3本とか2本、ね、2本とか、はい、人と違うところってなんかそれぐらいかな。あともなんか普通です、ね、大きさも多分、はい、当たり障りのないというか本当オーソドックスなミットだと自分では思ってます。ちなみに坂倉選手はベテラン捕手住谷選手と一緒に自主トレを行っているそうなんですが、捕手坂倉をどう見ていたのか。正直ですよ、はい、まあ、今年からキャッチャー1本で勝負しますっていうのを聞いててスタートするわけじゃないですか、はい、もっとこう苦労するのかなと、まあ、当然ね、はい、本人の中では苦労がいっぱいあったんでしょうけど、はい、テレビとかの感じでは意外とスムーズやなっていう、こうなんか苦労してる様子ないなっていうのに僕は映ってたんですよ。へえ、どうですか実際。あのシーズン終盤はちゃんとできました、はい、前半はマジであの試合終わってもあんま試合で起きたこと覚えてなかったりとか、それぐらい自分のこう取るだったり、はい、止めるとかそういうことに必死すぎて、なんかもうあんま覚えてないシーンがいっぱいありました、ね、こんななんで打たれたっけみたいな、はい、もう自分で必死すぎて、はい、常にパニックでしょ、まあ、でも徐々に慣れて後半の方は、そうですね、後半の方は、はい、いい感じに自分の中では割とできた方かなと思います。はい、続いて大城卓美選手のミットのこだわり。普通のよりもちょっと大きめというか、はいはい、ちょっと大きめなグラブをミットを使ってます。めちゃくちゃ深くないですか、はい、これなんかあの試合で使っていくとこうなっちゃうんですよね。それゲーム用ですか。もうこれはい、使ってゲーム用ですね。それ深くなっていっちゃうってことはなるべく抑えたいのが本音ってことですね。抑えたいです。ゲーム用それがメインで、あと何個ぐらいあるんですか。はもう一個ありますけど、でもメインはこれ、メインは絶対これ。そうですか、はい、基本本当にその試合中に紐を切れたとか、はい、そういう時のやつは一個持ってますけど、それ以外でも絶対もこれで1年間やります。大きめっていうのはどういった理由があるんですか。なんか自分の中でちょっと安心感が出るというか、キャッチングにしろなんかその外野からのバックホームのあれとかにしろ、内野からのバックホームのあれとか、はい、そういったところでなんかちょっともう自分の中でなんかあります、ね、はいはい、逆に球出し、握り替えとかってはもうなんか慣れましたね。あ、はい、慣れなんですね。社会人江戸西時代からプロ入って変わったんですか。いや、NEC の時にちょっと大きめのやつになって、そこからは、はい、ずっとこれを、はい、ずっと大きさで、はい、そうです。まあミッド操作みたいなところも視野に入れたグラブ作りをされているところですね。はい、そうですね。急というところ。はい。はあ。大城選手のフレーミングっていうのは SNS では結構話題に上がってますよね。低めのフレーミングの指数っていうのが高いっていうのは上がってましたよ。ミッドのおかげです。水野さんに素晴らしいミッドを使って作っていただいてるんで。そういうとこはこのやっぱ深めのミッドっていうのがもしかしたらあるのかもしれないね。はい、そうですね、水野さんがやたら水野を強調しますね。それしか言わなくなっちゃうじゃないですか。逆に審判さんに対して低めがちゃんとストライクに見えるようなキャッチングって意識してるんですか。でも自分体がでかいので、はい、もともと、はいはい、そこは低め、あの一回なんか審判に低め見えづらいみたいな言われたことあるんですよ。まあ、こう被っちゃったりして、はい、だからそこら辺はちょっとでかだいぶ意識するようになりました、ね、そんな大城選手のキャッチングがこちら。ドシッとしてます。おお、はい、おお、ナイスキャッチング、はい、おお、ナイスキャッチング、ああ。確かに大城さんめっちゃでかいっすね。どうですか。それ今ちっちゃくなってる感じです。めちゃくち
大きいな。引く引く引く。そこはストライクいっぱいな感じですか。今はストライクだと思います。審判によって。ストライクゾーンもめちゃくちゃ小さいですもんね。ありがとうございます。3人目、住谷選手のミットのこだわり。2人とはもう全然違うんですけど、はいはい、僕はもうちっちゃいっす。ちっちゃいっすね、確かに。トレーニング用みたいな。もうちっちゃい野菜が基本なんで。はぁ。だから最近こう、住谷さんモデルのミットって販売されたじゃないですか。すっごいいいなってみんな買うんですけど、扱いづらくて。そうっすか。めっちゃ難しいっすこれ。あ、そうなんだ。浅いし、ちっちゃいし。でも浅くてちっちゃかったらなんかこう、なんかこう全部手感覚でいけそうなんですよ。それなんですよ。でもここで取るじゃないですか、腹って。まあまあもうちょい、はい、上、はい、痛いってこと。そうなんですよ。やめた方がいい。やりたいんですよ。ありがとうございます。やりたい人いっぱいいるんですけど、いや、そもそもキャッチャーの人間が、はい、内野手用でキャッチボールしたらめっちゃ痛ないて。痛い、めちゃくちゃ痛いです。え、だからキャッチャーミットって痛くないんですよ。え、内野手めっちゃ痛いです。めっちゃ痛いやんな。痛いです。めちゃくちゃ痛いです、本当に。だからそんな違います。内野手すげえなって思います。どういうことですか。いや、本当にそれめっちゃ思います。え、これですよ、内野手って。だからそんだけ内野手の方がここで取ってるんですよ。あ、まあ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 、まあ、確かに。僕らは多分ちょっとずれてるんですよ。はあ、あの、あ、人差し指と親指のこの間ぐらいのこの位置でバーンっていってる。まあまあ、こういうイメージ、はいはいはい、そうです。例えるならで、内野手は多分こうやから。確かに。もうここに当たるんで、僕らがやったらめっちゃ痛いんですよ。内野手は痛いです。へぇー。痛くないような取り方されてる。痛くない、まあ、僕は痛くないと思ってるんで、はい、だからできるだけもう、本当はもう本当はこれで野球したいんですよ、素手で。そう、まあ、素手感覚見とる。そうです、ね、だからそれぐらいの大きさで、さっき大城が大きい方が安心感がある。それも一つなんですよ、多分。いろんなとこで取っても、まあ、後ろには反らさない。こうやって、はい、それにくい、はいはい、僕は逆の安心感が欲しくて、はい、例えば大きいミットで、まあ、ここで取ったら、はい、握り替えの時ってこの感覚って難しいじゃないですか、人間。あ、どこで取ったか分かんないというかね、はい、じゃあその安心感が僕は欲しいんで、はもうできるだけこの中でこの両手のプレーをしたいんで、僕はそっちの意味の安心感で この大きさなんですよ。人それぞれだ。で、また真逆ですけど、坂倉さっきここ4本で、ここの安心感、強さが欲しい、僕はこう逆にバッテンでこの動きが欲しいんですよ。言ってました、ね、水野さんの YouTube で以前言ってましたね、はい、遊びというか。そうです、ここの遊びがないと開かないし。あー、こう、まあ、こう入った時に引っかかってくれないんですよ。なんか抜ける感じするんですよ、遊ばないと。なるほど、網みたいな。だからもう僕はここはゆるゆるっすね。逆にどうですか。はい、僕は結構遊びカチカチです。そうっすよね。あ、ほんとだ。ほう、自分はゆるゆるっす。ゆるゆる。ここは自分もこのゆるい出た方がいいっす。ポケットというか、引っ掛ける感じ、なんか、はい、網のような役割というか、はい、あ、でも確かにまさにそうっすよね。こうバックホームとかショーバーンとかなった時にこう、ここの先でこう引っ掛けれるというか、引っ掛かってくれることはあるんで。ああ、こうね、よくね、伸びすぎがあんまり好きではなくて、ちょっと締まってるぐらいの方がキュッとしてる感じですね。はい、うちの閉じる感覚が好きなので。へえ、はい。ガチガチ派ですか、最初の仕上がってるのは。それともちょっとこうやっぱ柔らかさあった方がいいな派ですか。僕はガチガチ派。ガチガチ派。大城さんは。自分はガチガチではないですけど、まあ、そんな柔らかくもないみたいな。あ、いい感じでこう芯が通ってるぐらい、はい、ちょっと硬いぐらいですね。あ、まあ、こう、まあ、これが動くかな動かないかぐらいの感じです。はい、それっていうのは仕上がりをイメージしたりとかなんですか、それともプレースタイルをイメージしたりなんですか。仕上がりだと思いますけど、で、あと色でも違うんですよ、彼女。あ、それは分かります。内野手も一緒ですね、はい。まあ、黒が一番硬いんですよ。はいはいはい。色のこだわりはあるんですか、お三方。自分はまあ黒系がいいですね。なんでなんですか。その革質的に。あ、まあ、黒は確かにそうですね。的な問題で、はい、はい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 。なんかこれが一番張りがあると言われたので。ディーブルー。ディーブルー。はい。ほえ。杉田さんも赤。いや、僕も黒なんですよ、普段は。はい。あの黒と赤両方作ってて。
で基本試合は黒で行ってますね。ミットのこだわりだけでもこれだけ違う。面白いですね。続いてキャッチングについて面白い話を伺いました。いやいや、ぜひぜひ。いや、僕はもう本当こうパチって止めたいんで、はい、こう動かしてとかいうよりはこうその来たところで止めたいだけなんで、はい、それがちょっとこう外から行くのか、はい、頭ちょっとこう上から叩くのかとかいうのはありますけど。そんな坂倉選手のキャッチングがこちら。どうだよ。止めてる、止めている。なんか嫌だな。じゃああと1回。なんかフレーミングとかはあんま気にしてないというか、取るってよりはこう受けとく感じです。ああ、へえ。大城さんはどう？自分も止めたい派か止めたい。嘘でしょ。疑ってます。嘘でしょ。疑ってます。止めたい派す。その中でなんかその、はい、まあいろいろ止める派、止める派で。住谷さんは答えを。キャッチングってどうしたらいいんですかっていう質問に対したら、はい、僕は全部やれって言うんですよ、はい、だから止めるのもキャッチング、はい、動かして、まあ、フレーミング、はいはい、僕らが小さい頃で言えば古田さんと谷繁さんってキャッチングの仕方違うんですよ。そうですね。あのね、 YouTube にも結構上がってましたけど、はい、だからそれを全部できて僕はキャッチングなんですよ。なるほど。どれか1個とかじゃなくて。そうです。何がいいキャッチングとかじゃなくて、だからそれをしようと思えばまずやっぱ死んで取らないとダメなんですよ。あ、なるほどですね、はいはいはい、キャッチボールから、はい、でいろんな技ができてキャッチングなんですよ、はい、まあ言い方悪いですけどキャッチャーって審判騙すわけじゃないですか。そうですね、うん、技術ですね。そこもだから審判も人間なんで、はい、動かしてストライク取ってくれる人なら動かせばいいと思うし、動かしたら怒る人やったら止めればいいし、はい、あ、なるほど。だから僕は小学生とか、まあ、中学生とかにいろんなこと遊びでやってくださいって言いますね。そう、あ、それは引き出しとしてですね、はい、たかが補給、されど補給。補給という単純動作ですが幅広く、そして奥が深い。最後は進化を続けるキャッチャー防具について率直な意見です。防具ってこだわりますよね、もちろん。あ、そうでもない。え、住谷さん防具大事なんですか。だってめちゃくちゃ何でもいいですか。痛くないやつ。僕らの野球ファンってあの映像で見てるだけなんでバーッと止めに行くじゃないですか。痛いですか。腕めちゃめちゃ痛いんですよ。めっちゃ痛いですよ。あれが本当に痛い。キャッチャーあるある。上が胸元が硬い素材、はい、で下がちょっとこうポコクッションっぽい感じ。分かれる感じ。これってなんかいいな。ありますか。それはいいよ。最高ですよね。最高ですね。下が柔らかいんで、はい、あのフィットしてくれます。この脇腹にこういくっすよね、はい、今までの硬いからこう今まで硬かったやっぱカパカパっていう、こう、ここが浮いちゃうんですよね、うんうん、あ、そうか。でもなんかこれ分かれてから、はい、結構なんかイメージ的には下に落ちるような感じになります。へえ。前のやつに比べるとここは変わったんですか。ここ、はい、変わりました。ここになってます。なってます、内側が。回転数を抑えるような役割を機能持ってまして、はぁー、落ちるような、そういう設計に。なるほど、素晴らしい。やっぱり素晴らしい。はい、ありがたいですね。なんかここに当たったら自動的にこう入るようなやつ開発して。絶対、絶対ここに落ちるみたいな。ね、ここが、傘みたいのがこういった時、こう、ここに落ちてくるっていう、はい、これはルール的に OK でやる。プロも納得の水野の防具、実際どの程度効果があるのか気になるところですね。お三方の中でその衝撃吸収などをちょっと実演していただきたいんですけど。絶対僕じゃない。潔い。そんなこと僕は言ってません。いやいやいや、どなたがやるか。いやいや、もう率先して手を挙げます。いや、ベースに投げてくれれば。あ、わかりました、はい、了解です。
ベース行かなかったら落とすよね。あのノーマンだけよね。わかりました、いきます。あ、本当だ。それは今どこに当たってる感じなんですか。そうですね。あ、ボコボコのところっすね、はい、いきます。おやばいっすね。今はあれやね、落として一歩ぐらいの範囲が行かれないとこやね。ベースまで行ったら、ベースまで行ったらもう走られますね。そんなに足の速いランナーやったら年々ランナーが上手くなってますね。だからもう人によってはこうやって止めに行くよりも後ろをやっちゃう可能性あるけど取っちゃえっていう、あーなるほど、場合もありますね。そうか、はい。まあ、でもそれも、それも技ですもんね。ですね、はい、あ、どこを止めに行ってどこをこっちで行くかっていうのも技術ですね。はあ、い、はい、はあ、違う、違う。おー、ありがとうございます。坂倉選手、体当たりありがとうございます。よくわかりました。ブロッキングが減ったというところで、横側が余分なものを省いたんですもんね。コンパクトにしてこの装着感を増したっていうところでいうと、それ感じますか。昔はね、はい、このプロテクターがここまであったんですよ、はい、あー、ここ、はいはい。であのホームのクロスプレーの時に、はい、まあ、こうやって足寝かした時にここにスライディングされるんですよ、はい、はい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 。だからこのプロテクターがこう、そうか、端っこまであったような感じなんですけど、はい、ここにスライディングされることが、そうですね、コリジョンルールができて、うん、ホームカバー行かないですもんね、そこまで。はい、だからできるだけ軽くしようってなったんですかね。あー、そうか。あとここ伸びたんですか、太ももの方まで。ここ長くないですか。去年から坂倉と大城は長くしてるんですよ。はい、はい、膝の上のファールチップ、あ、ファールチップっすよね。腕より痛いのでここ、まあ、よく左に当たるんですけど、はい、ほんと曲げ回しができなくなるんですよ、腫れると。確かにそこ で、 あの当たってよくキャッチャーがこうわって倒れるの見ますもんね、はい、うん、当たらない人本当当たらないですよ、ファールチップ。僕は当たります。当たる、はい、当たるけども長くはなくして、僕は長くしてないんですよね。ちょっと太ももがここ太すぎて長いと邪魔なんですよ。強靭な下半身がゆえに。そうですか。これ住谷さんオリジナルの作ったらいいんじゃないですか。でかさ的に言うと実際坂上さん、これ変わりましたか、その当たった時の。あ、一応1枚あるんで、はい、あの痛いのは痛いんですけど、あの前ほどではない。今年も何回か当たったんです、2、3回当たったんですけど、この膝上守られました。わ、よかった、はい、おかげさまで。最後にファンの方へそれぞれの選手からメッセージ。まあ、こう会議も、経て、また自分に合ったものを、水野さんに作ってもらえるので、そこはあと自分の腕次第だと思うので、そこは技術をアップして、また1年間いいプレーができるように頑張りたいと思います。以上です。はい、水野さんの道具と一緒に、1年間頑張っていきたいと思います。そしてまた、いい報告ができるように頑張りたいと思います。はい、頑張ります。まあ、本当僕たちの、わがままな要望をいつも聞いていただいて、できる限りそれに近づく、商品作っていただき、本当僕たちはもう全力でプレーさせてもらってます。まあ、個人的にはね、チーム移籍して違うチーム行きますになりますが、まあ、2人ともあんまり対戦はないんですけど、また今シーズン、それから来シーズン以降も水野さんよろしくお願いします。まあ、来シーズン以降は多分止めたらここに落ちるこうね、傘があるんですね、はい、完成してると思うんでお楽しみに、はい、いうことですね。ありがとうございます。また機会ありましたらぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。